かゆきつは、中華民国の軍人。北京政府、国民軍、国民政府に属した。兵玉省配下の、十三王の保つの一人としても、知られる。字は、戦後。中華民国が成立した1912年により、兵玉省の兵営に入隊し、軍歴を開始する。以後、兵玉省率いる、第十六根成旅で昇進を重ねた。1917年。 一時失脚していた、表玉将の復帰を他の軍艦と共に支持し、長君討伐に従事している。1924年2月、陸軍第11支付表、第22旅第44弾団長に昇進する。同年9月、陸軍少将に昇進した。翌1925年3月、しばらく編陸軍第1支付表、第2旅旅長となり、7月には、 陸軍中将に昇進している。1926年、守る寺司令となり、その翌年には、国民革命軍第二集団軍軍艦共同団団長に任ぜられた。北伐終了後の1928年8月、陸軍大学特別班第一期で学ぶ。翌年10月、国民革命軍第15軍軍長となる。その後、表玉賞に従って、 半省解析戦争に加わり、中原大戦などを戦う。しかし、兵玉将敗北後の国民革命軍再編により、ポストを喪失し、かゆき綱は、失意のあまり北平に引退した。後に、陸軍大学に復学し、1931年10月に卒業したが、例軍は変わらなかった。反復により一時は、三島省政府顧問に招兵されたものの、 結局1937年以降は天津や北平に隠居している。1957年3月、病没、去年68、ありがとうございます。